皆さん、アルティメットルミナス集めておりますか？ウジャンでございます。今回ね、ようやく探し回って、アルティメットルミナスの最新弾の15弾が、ありましたので、回してきました。僕はね、ちょっとコンプリートセットとかそういうのは今回買わずにですね、もうしっかり売り上げに貢献しようと思って、自分のお金でこう回してきたわけなんですけど、なのでね、その都合で実はコンプリートできておりません。なので詳しいレビューとかはコンプリートされている方のレビューをぜひ見ていただきたいと思います。で、今回はね、やっぱりこのゼアスが楽しみですね。ゼアス、アストラ、ウルトラマン C タイプのこの3人が出てるんですけど、今回ね4回ほど回しまして、非常にねいいラインナップが手に入りました。まあ、2回ねビルが出ちゃったんですが、その後の2回はですねちゃんと出ましたよ。アストラとそれからゼアスが出ました。ウルトラマンの C タイプは残念ながらね今回ちょっと出なかったのであれなんですけど、完全な新規造形のアストラとねゼアスはこれはしっかりと見ていきたいと思いますね。はい、というわけでアストラです。おー、かっこいいね。やっぱりレオ兄弟がやっと揃うというので感慨深いですね。ラインナップは改めてウルトラマンの C タイプ、ゼアス、アストラ、そしてビルですね。はい、こんな感じです。はい、というわけで、パーツをそれぞれね開封したんですけど、今回のアストラねめちゃめちゃ分割が多いですね。足とかね、このマグマチックチェーンのとことかもこのようにね分割できるんですね。なんでこんな分割が多いのか分かりませんが、足首とかもこんな感じでね、これも肩のところが分割になってますね。結構面白い構造になってます。そしてもこのプロテクターの関係上なんでしょうかね。はい、組み立て上がりました。こんな感じです。まさかねアストラはプレ版行きだろうと思ってたんですけど、ちゃんとここまで無事に一般で出ましたね。恐るべきシリーズです。こんな感じです。非常に造形は細かいですね。ちょっと他の昭和のウルトラマンたちよりもこのシルバー部分の塗装っていうのが、メタリックが強めで非常にいいですね。ただギラギラしすぎてもないので非常にちょうどいいですね。これは理想的なシルバーです。はい、というわけで兄弟揃い組なんですけども、このレオの時の弾はね逆にシルバーがギラギラすぎてちょっと他のウルトラマンと並べるとね浮いちゃうくらいだったんですけど、なので、まあ、アストラも割とメタリックは強めな方なんですけど、レオと比べるとレオの方がギラギラですね。で、このちゃんとね兄弟が揃い踏みした時に絵になるポージングになってるんですよね。どうでしょうかね、どんな角度に並べてもこうやって絵になっちゃうんです。やっぱレオ兄弟はいいですね。こうなるとちょっとリットルとガロンとかも欲しくなっちゃいますね。発光シーンに関しては、ゼアスを紹介した後にしっかり光らせますのでお楽しみに。では次のねゼアスですよ。これはもう楽しみでした。こんな感じです。これも非常に分割パーツが多そうですね。早速組み立てていきましょう。と、面白いのがトサカが別パーツになってるんですよ。これでカプセルの中で変形もしないのでね嬉しい配慮ですね。これはちょっと組み立てる前から造形がすごすぎますね。やばい。いやー、こゼアスめちゃめちゃいいな。いやー、これは素晴らしい。はい、というわけでゼアス完成しました。ちょっとねこの造形力の高さに今驚愕しております。アルティメットルミナスもついにここまで来たかという感じですね。全身なんですけども、ちょっとこのゼアスのね、この独特のスーツの質感というのが、うまく塗装で再現されてます。このホワイトの部分とかはちょっとパール塗装っぽい感じでね綺麗に仕上がってます。目が発光前だと若干緑っぽくも見えるんですけども、いや、今までのルミナスのウルトラマンいろいろ出ましたけど、その中でもいや、これトップ3に入るくらいのクオリティなんじゃないでしょうかね。これはちょっとすごいな。
あとこの耳の造形とかも改めて見るとこんな感じになってたんですね。ちょっとしっかりとこうゼアスの立体物にあまり触れる機会がなかったので見落としがちでしたけど、こういったね細かいディテールなんかも、しっかりと表現されてます。いやー、原型からねあまり劣化もせずこの量産品としてここまでのクオリティを保ってるっていうのは驚異的ですね。ルミナスって個体差が激しかったんですけど、今回引いた個体もすごくいいですし、新しいシリーズの方でシャドウも出ますので、ちょっとそれはこのゼアスを手に入れたらもうシャドウを買うしかないですわ。楽しみですね。さあ早速今回のアストラとこのゼアス光らせていきたいと思います。こちらが今回のビルになります。いや、ご丁寧に、ビルも2つ出たのでね、非常にありがたいですね。一パターンのビルは、ちょっとこの縦長のビルになってますね。どちらも、解体バージョンとなってます。はい、というわけでこんな感じです。いやー、すげー、ちょっとすごい。アストラは今までの昭和ウルトラマンのようにですね、まあ、相変わらずクオリティ高いんですけども、ちょっとゼアスがですね、アストラよりもクオリティが高すぎてびっくりしてます。これプレバンクオリティですよ。いや、すごいっすね。やっぱ進化してるわ。このカラータイマーの発光もめちゃくちゃ綺麗ですしね。いやー、ちょっと今回当てれて本当に良かったです。うん、アストラもかっこいいですね。覗き穴のね、この塗装が割と個体差あるんで、このセブンタイプの目を持つウルトラマンたちはちょっとここがね、いろいろ癖があったりするんですけど、まああんまり大きなズレもないし、僕のはまだいい方なんだと思います。今回当てれなかったスペシウムバージョンのウルトラマンなんですけど、この C タイプのウルトラマンは、以前出たものと、腕だけ新規造形ということで、体に関しては同じ型なんですよね。なんですが塗装に関しては、非常に今回はねシルバーの塗装がこのアストラとかと同じように、ちょっとメタリックが強めになってまして、なかなかねかっこいい仕上がりになってました。これもバリエーションの一つとしてね、ぜひ今後当てていきたいと思うんですけど、しっかりね古谷敏さんのスペシウム光線 の腕の反ってる型とかね、そういったところも再現されているので、ぜひ持っておきたいですね。というわけで今回はアルティメットルミナスの第15弾ウルトラマンゼアスと、そしてアストラ、これをご紹介させていただきました。今回もなかなかおすすめですので、ぜひ皆さん、回してみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。